出てこいよ。ビビってんだろ。匂いでわかるぞ。逃げれると思うなよ。犬の餌にしてやろうか。うん、逃がさねえぞ。
Thank you.
resistance are walking in the city, or a right wiper at trip out of town. Military. Protection for every of you. Take it! ケリー・ユーロダインが鬱状態なんて根も葉もないただの噂だったね。ケリーとコラボしたアスクラックス待望のニューシングル公開予定日は明日深夜0時よ。これ聞かないと友達なくすかも。うん、 CM の後はリンダ・オーズが元恋人について口を開いたわ。
ずはじめにマトランズから届いた痛ましいレポートです。人道的支援を目的とするミリテク社の車列がローマとの一団による襲撃を受けました。両者の警護部隊は襲撃を受けて態度が断たれた後、最後の手段としてやむなく武力を行使しました。ミリテク側は複数の車両が被害を受けたものの、幸い略奪は防げたとのこと。怒らせたいのか？しかしそれは生物に限った話。超発電を動力とする自動システムは野放しで今も稼働を続けています。釜山に存在する AI についてネットウォッチは放置を続けると脅威になりかねないと警告しています。アラサカ社はこの環境危機について、二次被害を含めた全責任は爆弾を投下したミリテク社にあると結論付けています。なお神話州国はこの件についてのコメントを控えています。ヨーロッパではベネチアにおける不法採掘及び略奪の撲滅対策にパダニア政府が再び乗り出しました。最近では略奪犯4名と国家憲兵隊7名が亡くなっています。バドリア海に沈むこの町からは何世紀も前の貴重な芸術品が数多く見つかっている。サレスースが、このクソビッチ、
正義の裁きをかけるべきだ。これは私個人からの依頼だ。報酬は弾む。詳細を見てくれ。頼りにしてるぞ、ピン。リリース予定です。
それではまた CM の後で。キョンの博士だ。スルー褒められてる。地獄の豪華に焼かれ、苦しみながら泣き叫ぶカルーボの姿が目に浮かぶ。私の心は喜びに満ちている。よくやってほしい。神の一部にやめてくれ。
うん。活動家たちが正体不明の AV に連れ去られたという噂は出まる。死は修正第1条を深く重んじています。